こんにちは。君があの名高い旅人さんですか。おい、オイラもいるぞ。オイラがあの名高いパイモンだ。実は最近エンジェルズシェアでバーテンダー体験ウィークというものを開催していまして、君も興味を持つんじゃないかと思い探していたんです。簡単に説明しますと、この体験では自分で好きなお酒を作ることができるんです。もちろんお酒以外の飲み物も作れます。使用する材料も自由に選んでいただいて構いません。また無駄にしない限り出来上がった品は飲み放題となっています。飲み放題？お客さんたちを満足させる品ができましたら、それに見合った報酬もお出しします。おお、報酬まであるのか。よし、オイラたちも参加しようぜ。いいよな。バーテンダー体験ウィークとはいえ、出勤日数などの制約はありません。もちろんすぐにお返事していただかなくても大丈夫です。一回だけお試しでというのも可能ですよ。どうです、体験してみませんか。ああ、よかったです。ではこちらへどうぞ。チャールズさんが基本的な作り方を教えてくれます。ああ、君たちか。今日は何を飲みに？チャールズ、オイラたちバーテンダーをやりに来たんだ。バーテンダーを？なるほど、ルカが君たちに声をかけたんだな。そいつは運がいい。君の実力は俺も知ってる。だがバーテンダーという仕事には技術が必要だ。決して簡単なものではない。材料の割合、混ぜ方、それら全てが完成品の質に影響してくる。おう、それなら大丈夫。こいつが作る料理はすっごく美味しいんだ。美味しいものを作るって点なら理解してるはずだぜ。それならいい。それともう一つ、実は前にある研修生がやらかしたことがあってな。そいつが自分の好きなように度数の高い酒を3つブレンドしたところ、たった一杯でお客さんを酔いつぶしてしまったんだ。それ以来新入りにはアルコールを含む材料の提供を控えてる。アルコールを出すことはできないから、それだけは覚えておいてくれ。さて、注意すべき点はこれで全部だ。作り方と必要な技術については実際に作りながら教えよう。うん、覚えが早いな。それに味も悪くない。うんうん、オイラも美味しいと思うぞ。ただ今のはあくまで練習だ。実際はお客さんの注文に応えて作る必要がある。もっと味を濃くしてほしいと言われたり、もっと酸っぱくしてほしいと言われたりな。そういった時はその注文に応じて材料を加えるといい。じゃあオイラは甘めの松笠キャラメルをくれ。一番大きいカップで頼むぜ。ああ、まさにこんな感じにな。それと優秀なバーテンダーは飲み物を作るだけでなく、お客さんと会話するスキルも身につけなければならない。そうか、ならこのカウンターは君たちに任せよう。何か問題があったらいつでも俺を呼んでくれ。これで一通り終わったみたいだな。いや、またオイラの松笠キャラメルがまだできてないぞ。暇とはどういう意味だ。君たちがバーテンダーをしていると聞き、様子を見に来ただけだ。お、さすが耳が早いな。
で、バーテンダーの体験はどうだ？そうだな。聞くのが早すぎるぞ。オイラたち、まだ始めたばかりなんだ。いや、今の気持ちを聞きたいだけだ。楽しめそうか、それとも不安に感じているだろうか。思っていることをそのまま口にしてくれればいい。なるほど。おい、オイラには聞かないのか。オイラの感想は美味しいだ。ならいい、よかった。グレーバレーサンセットを作ってくれないか。サイズは任せる。ああ、急がなくて大丈夫だ。悪くない味だ。材料がいいからな。新鮮な果物を使ってるから何も加えなくても甘いんだ。なるほど。モンドの大地に感謝するとしよう。グレーバレーサンセット、これは僕が初めて作ったドリンクなんだ。僕がまだ子供だった頃、父さんが材料をいくつか並べて試しに何か作ってみろと言った。どんなものを作ればいいのか、どうやって作ればいいのか、父さんは何も教えてくれなかった。多分僕の実力を試してみたかったんだろう。最終的に僕が作ったのがこのジュースだった。え、これを？父さんも驚いていた。ただ当時の僕はジュースは甘いものだとばかり考えていたんだ。だから他のことは頭から抜けていてね。今思えばあれほど稚拙で短絡的な考えもないだろう。うん、僕はそんな風に考えたことがなかった。何しろあの時父さんは何も言ってくれなかったから。だがありがとう。それから君に渡したいものがある。ただ君がバーテンダーとしてもっと経験を積んだ後に渡すとしよう。君の実力ならきっといい仕事ができるはずだ。オイラも応援するぞ。ああ、君たちの成果に期待してる。僕はこれで失礼しよう。時間があったらまた来てくれよな。ほう、お前がバーテンダーとは珍しい。それじゃあデスイン。早速人を困らせるなんてさすがね。こいつがどう対応するか見てみたかっただけさ。それよりロサリアも飲みに来ていたとは。旅人、酒場には厄介な客が多い。今のうちに経験を積んでおいて損はないと思うぜ。ええ、ガイアは相変わらずよく口が回るよな。おっと、勘違いしないでくれよ。俺はお前のためを思って言ってるんだ。むしろ感謝してくれてもいいんだぜ。例えば簡単なものを一杯、ムーンリットアレイを作ってくれるとかな。ああ、もちろんラージサイズで頼む。私はお茶の香りを味わえるものなら何でもいいわ。サイズは普通でお願い。ゆっくりでいい。うまいものが出来上がるのを待つ時間も興奮させてくれるもんだからな。
大丈夫。君の腕に問題はないわ。ただこれを飲んでちょっとしたことを思い出しただけよ。お茶。教会に関することか？ええ、前に教会で行事があってね、私は参加しなかったんだけど、バーバラが私の分のお茶とお菓子を残しておいてくれたのよ。だけどお菓子は長いこと置いておくと味が落ちてしまうでしょ。だからいつの間にか片付けられてしまって、残されたお茶だけをいただいたの。その時飲んだお茶と同じ味だと思って。ロサリアがこんな表情をするなんて珍しいな。どうやらモンドに紅茶愛好家が一人増えたみたいだな。あら、それならお酒の方がいいわ。俺が良くないところを指摘したら、お前は作り直してくれるのか？冗談だ。俺がお前に嫌われるようなことをするはずがないだろう。タコ、ガイアはいっつも話が脱線するよな。よくこんなやつとお酒が飲めるな、ロサリアは。そう？私は彼のこういうところを気にしたことないけど、それに飲むときはいつもお酒の話ばかりだし、それに彼は興味を持った人やもの、そう、例えば君やここのオーナーみたいな人にしかちょっかいを出さないもの。おいおい、俺たち酒を飲む仲間だろう。そうあっさりと裏切らないでくれよ。あら、これが裏切り？別に君は気にしていないでしょ。時折思うの。私の周りには硬い人が多すぎるってね。みんながのんびりと過ごしている酒場の方が私には合っているわ。ん？なんだ？今度は硬いやつへの愚痴か？そういうことなら、俺の知ってる誰かさんがモンドの堅物ランキングトップ3に入ると思うぜ。どれくらい堅物かというと、そうだな、面と向かってそれを指摘しても眉一つ動かさないくらいだ。はあ、そんなランキングあるのかよ。ああ、それに連続飲酒日数ランキング、最長労働時間ランキング、暗黒料理人ランキング、禁忌とされる知識量ランキングとかもあるぜ。モンド人、暇すぎだろ。そんなに暇を持て余してる人なんてそういるのかしら。なあ、だったらオイラとこいつが一緒に入りそうなランキングはないか？ああ、あるぞ。ベストバーテンダーとかな。こういう雰囲気も悪くないわね。そうだな、こいつらを見ているだけで飽きない。こんな風に人に伝染する雰囲気を持っているというのは、酒場のバーテンダーにとって大事なことだ。どうやらベストバーテンダーの称号をこいつらにやったのも間違いじゃないみたいだな。え、どうしたんだ？いや、なんでもない。今日はうまかったぜ。それじゃあ私もそろそろ失礼するわ。ああそうだ、紅茶美味しかったわ。後で自分でも入れてみようかしら、もし朝起きれたらだけど。それじゃあな。久しいな、二人とも。息災だったか？いやいやいや、勝利、お前がなんでここ
悠々と闊歩するのであれば、目先のものだけにとらわれていてはならない。自由で豊穣なる風の国、実に良きところだ。だがここでお前たちに会えるとは思わなかった。強行だな。では煙火茂り場で一杯入れてもらおう。濃いめで頼む。透き通る茶の色は美しく、口当たりも甘く芳醇。そして後からカカの香りが広がっていく。実に見事だ。おお、勝利はお茶を飲むにしても他の人とは一味違うな。おいらだったらごくりと一口で飲んでうまいくらいしか言えないぞ。丁寧に心から味わうことは、茶を入れてくれた人に対しての敬意でもある。いい茶とは滅多に出会えないものだ。そしてその茶で人を喜ばせることができるものは、さらに貴重な存在と言える。そっか、なるほどな。じゃあお茶の味わい方をオイラにも教えてくれよ。まずは匂いを嗅いで、それから飲めばいいのか。ああ、そうだ。茶葉にはそれぞれ特徴がある。茶を飲んでいくうちにそれが自然と分かってくることだろう。茶の香りを嗅ぐことでその良し悪しも多少分かるようになるはずだ。湿った匂いと強く焦げた香りがする茶は質の良くないものだ。一方、甘美でまろやかな香りがする茶は質がいい。よりこだわりたいのであれば、リーウェに古くから伝わる品香灰を使うといいだろう。これは香りを味わうための専用の茶器だ。どうしよう。なんだかこれまでずっとお茶で損をしてきたんじゃないかって気になってきたぞ。気にするな。学問とは奥深いものだ。いつ始めようとも遅すぎるということはない。初めてであれば、まず湯の色を観察し、そして香りを楽しみ、最後に茶をいただくといい。浅いところから入り、徐々に深きところへと頬を進めていく。これはあらゆる物事に通ずることでもある。リーウェの北西にある行栄荘は茶業で有名だ。機会があればそこへ行ってみるといい。ただ今日話したことの大半はリーウェの伝統を重んじる俺の習慣に過ぎない。茶を飲む習慣や文化は地域によって異なるものだ。異国の地ではその土地の習慣を尊重すべきだということも忘れないでくれ。おいら完全に理解したぞ。覚えられるかどうかは怪しいけど。礼を言おう。このようないい茶を飲むことができ、足を運んだ甲斐があったというものだ。もしいつかお前が茶館に立つ日があったら、必ず俺も行こう。でもおいらたち忙しいし、茶館で働く暇なんてないかもしれないぞ。いずれにせよ、機会があれば俺は助力する。さて、今日はこのくらいにしておこう。お前たちの仕事がうまくいくよう祈っている。ふん、代金はいつも通り往生堂に請求しておいてくれ。よろしくな。あら、可愛い子ちゃんじゃない。会えて嬉しいわ。まさかこんなところで会うとはな。私もリサと同じ気持ちだ。もうこんなところでなんて。酒場は体を休めて楽しむにはぴったりの場所なのよ。はあ、可愛い子ちゃんには想像できないでしょうね。私がどれほど苦労して仕事に追われているジンを椅子から立ち上がらせたことか。それにまだ来たばかりなのに
ジンたらもう心配した表情をしているし。リサ。そうだな。ジン団長は代理団長だし、騎士団のことが心配になるのも仕方ないよな。でもせっかく来たんだから楽しんでけよ。ほらこいつに美味しいドリンクを作ってもらえ。飲めばきっと気分も明るくなるぞ。はあ、息抜きの仕方を学ばなきゃいけないのはジンだけよ。かわいこちゃん、ロマンティックオードを一杯いただけるかしら。サイズはミディアムで甘めにしてちょうだい。ジンは何にする？ああ、私はコーヒーでいい。同じミディアムサイズで頼む。ジン団長、普段からコーヒーばっかり飲んでるし、たまには他のにしたらどうだ？ありがとう。だがやはり眠気を覚ますようなものが飲みたいんだ。あ、頼む。あら、この甘さちょうどいいわ。ああ、コーヒーもコクがあって苦味もちょうどいい。リサが言ったことを私も理解はしているんだ。え？最近自分の足りない点をよく反省することがある。仕事の効率も能力もあらゆる面で改善の余地があると。私のストレスがきっと知らない間にリサにも影響を与えてしまっていたんだろう。え？そうね。ほら、可愛い子ちゃんだって分かっているみたいよ。あなたがあまりにも疲れた顔をしていたから、一緒にお酒やお茶を飲んで楽しいことで息抜きをしようと思っただけ。それなのにここでもあなたは仕事のことばかり考えているんだもの。そんなんじゃ私だって悲しくなるわ。ずっと気を張り詰めていたらいつか倒れてしまうわよ。君もそう思うのか？どうやら息抜きすることを学ぶのが私にとって一番の課題のようだ。ああ、仕事をするときはしっかり仕事をして、休むときにはゆっくり休む。わかりやすく言えばお前ら二人を足して2で割ったような感じがちょうどいいな。なるほど。ありがとう。酒場は飲み物を飲むだけでなく気分まで明るくしてくれる場所だったのだな。だからリサとガイアは酒場が好きなんだろう。ええ、そうね。でもそれはバーテンダーが誰かにもよるわよ。今日は可愛い子ちゃんのおかげでジンを説得できたわ。あなたの口がとても上手だからでしょうね。それじゃあ私たちはこれで。機会があればまたここに来て息抜きをしようと思う。あ、じゃあな。おお、旅人じゃないか。ここで会うとはな。よし、この酒場で一杯やるか。まさかあなたがここにいるなんてね。会えて嬉しいわ。え、お前たちもしかして二人で来たのか。ああ、このお方がゆっくりと休みたいっていうもんでな、この辺りを旅行することにしたんだよ。だが旅行に対する認識が私らの間でずれてたみたいだ。まだ数えるほどしか山にも登ってないのにここで休憩するとか言い出してな。まったく、これだから金持ちってやつは。その言い方傷つくわね。
私はあなたのためにわざわざお酒を飲めるような場所を選んであげたのよ。まあ見識の広い船長様からすると、この小さな酒場では物足りないみたいね。ち、わかったよ。たく、今回は私のおごりだ。これでいいだろう。北斗のおごり？オイラたちの分もか？だ、そうだった。つい。私はスモールサイズのカバの木をいただけるかしら。酸味を強めでお願い。なら、私はラージサイズの夕暮れを頼む。そうね、かつての苦い思い出がよみがえり、今の幸せをかみしめられるような味だわ。ん？無一文から事業を成功させた味か？どんな味だよそれ。甘酸っぱくて余韻のある味よ。ああ、小さな商売で果物を売ってもあんま儲からないことに気づいた時の味か。わざわざ言葉にする必要なんてないのよ。過去のことは過去のこととして、ただ味わえばね。高貴な天珍様が街中で果物を売ってたなんて誰が想像できるだろうな。私が元は漁師だったのと同じくらい信じられない話だろ。そんなことないわ。私から見たら、北斗船長の海を見通すその目も、波を乗り越えて前へと進むその心も、海に囲まれながら生まれてきた人のものだわ。おいおい、それは私を褒めてんのか？あなたの悪口を言っても何のメリットもないでしょ。まったく、あんたの口がうまいのは知ってたが、今日はもともと私のおごりなんだ。これ以上は何も出ないぞ。そうね、ならもっといただこうかしら。よし、バーテンダーもう一杯だ。お、威勢がいいな。じゃあ私ももう一杯いただくか。モンドのジュースは美味しいわね。毎日飲めたらいいのに。あ、まさかとは思うが、夕暮れの実の貿易ルートを開拓したいとか言い出さないよな。あら、面白そうね。おい、本気か？冗談よ。夕暮れの実に関する貿易はすでに一定規模で行われているわ。だから私が手を出す必要なんてないの。今日はありがとう。もしのんびりと働ける仕事に就きたくなったら、私の専用バーテンダーになってみるのはどうかしら。それならうちの市長制号に来ないか？みんな酒が好きでな。あんたがもし来てくれたら、思う存分酒を飲んでたらふく肉を食うんだ。絶対に楽しいはずだぜ。北斗船長は私と人材の奪い合いをする気？そんな必要はないわ。旅人の作った飲み物が飲みたくなったら、軍玉閣に来ればいいでしょ。いつの間にかあいつらの中でお前を雇うことは決定してるみたいだな。スモールサイズのフローティングリーフをお願い。大丈夫よ。なんだかエウルアの様子がいつもと違うぞ。まさかここに来る前からお酒を飲んでたのかな。
確かフローティングリーフってコーヒーから作るんだよな。お酒の後にコーヒーって胃が爆発するんじゃないか。エオロアのお腹のためにも出す前にこっそりと水で薄めてやろう。味は悪くないわね。味噌であんなに薄めたのに気づいてないなんて相当酔っ払ってるみたいだな。バーテンダー、もう一杯。ん？待って、どうして君たちが？うん、悪かったわ。さっきまでキャッツテイルに行ってて、そこで少し飲みすぎたみたい。ああ、一人でお酒を飲むのは寂しいしな。オイラたちと話せば気分も明るくなるはずだぞ。確かに一人でお酒を飲んでいたわ。飲んだにいるとどの酒場に行っても歓迎されないのよ。今日はせっかく気分が良くて、だからお酒を飲もうと思ったのに、また人に後ろ指を刺されて。君はどうやってそんなにたくさんの友人を作ったの？人が君のことを話すとき、その言葉にはいつも憧れが見えて、みんな微笑んでいるわ。なのに私の名前を聞いただけでみんな。ローレンス家に生まれたのはエウルアの意思とは関係ないだろ。それにオイラたちはそんなこと気にしてないぞ。オイラたちの知ってるエウルアはすっごくいいやつだからな。ただエウルアって素直じゃないっていうか、いつも人を恨んでるふりをして優しい一面を隠すんだよな。ちょっと、誰がふりをしているですって？本当かしら。酔っ払っていてもそんな日が来るなんて想像できないわ。ずっとずっと、私がセピロス騎士団に入ってからもみんなは。ああ、あの銀遊野郎もそんなこと言ってたよな。エウルは、お前は自分のやり方で進めばいいんだ。いつかみんなが抱いているローレンス家のイメージをお前が変えてやろうぜ。ええ、ありがとう。私話はここまでにしましょう。今日は帰るわ。大丈夫よ、今は他のことを考えていられないもの。さっきの話をしっかりと覚えておかなくちゃ。帰ってすぐ紙に書かないと。酔ってるエウルアっていつもより素直になるんだな。でもあのエウルアの決め台詞を聞けなかったのはなんだか物足りない感じがするけど、あいつの酔いが覚めた後、この間のことは全部忘れなさいとか言ってこないよな。二人とも元気にしてたか？おう、友達がこんなに続けて何人も来てなかったらきっと今回も驚いてたとこって進化校。やっぱり驚いたぞ。うむ、ここまで来るのは実に大変だった。エンジェルズシェア、名前も言いにくい。ここにたどり着けたのも、熱心な勝利殿が道案内してくれたおかげだ。道案内を…ってことは、もしかしてわざわざ飲み物を飲みに来てくれたのか？ああ、そうだ。その、友人だからな。
これだ。北風の望み。北風とはひんやりとしているということか。この北風って多分ボレアスのことだよな。寒いといえば確かに寒いけど。松笠キャラメル。松なのに飲めるのか。あ、それならオイラも飲んだことあるぞ。キャラメル味のコーヒーだ。松笠は色のことだと思うぞ。名前を見ただけでは全く想像がつかない。ここはヌシラに任せよう。精神やルリ袋のようなそういった味のものを頼む。そういう薬草はここじゃ育たないんだ。もし苦いのが飲みたいならコーヒーくらいしか。うむ、任せよう。そうだな、ずっと修行してきたんだし、また違う味を試してみるのも悪くないと思うぞ。神格には親切の口づけを作ってやろうぜ。こいつにぴったしの名前だしな。甘くて口当たりがよく苦味が全くない。これは何という飲み物だ。親切の口づけって言うんだ。まるで雪が降り積もったみたいな飲み物だろ。これは牛乳を泡立ててふわふわになった部分を飲み物の上にかけてるからなんだ。口づけってつけた理由は、オイラもよくわからないけど、多分売れるためにお店側が考えた名前だと思うぞ。そうすることで売れるのか。多分そうかな。オイラの想像でしかないけど、ロマンティックな言い方だろ。ロマンティック。説明するのが難しい。オイラの頭じゃこれが限界だ。そうそう。ふむ、そうか、わかったような気がする。待て待て、なんで今のでわかるんだ。今度はオイラがわからなくなってきたぞ。我が山を歩くとき、時々戦争を口にすることがある。目が地面から出てくる瞬間も、この目で見たことがある光景だ。心を揺さぶるこの感覚は、確かに、あの瞬間のものに似ている。感謝する。おかげで、このような難解な名について理解することができた。これからも主に迷惑をかけるかもしれないが、よろしく頼む。いやはや、ここ数日、酒場がかなり繁盛していたようですね。お酒目当てで来ていた人もいれば、君のことが目当てだった人もいたとか。なんか引っかかる言い方だな。こんなに成功したバーテンダー体験ウィークは初めてです。商売もうまくいき、評判も上々。とにかくよくやってくれました、相棒。たった数日で相棒になってる。ですので、この先もここに残って続けてみませんか。ダメダメ、飲み放題は魅力的だけど、オイラとこいつは一緒に旅をするって約束したんだから。そうですよね。いえ、大丈夫です。チャールズさんにも無理だろうと言われていたので。ただまた機会があればエンジェルズシェアにいらしてください。その時はぜひ
お友達も一緒に。それではまた会いましょう。お気をつけて。良い旅になるよう祈っています。絶対飲んで損しないよ。いらっしゃい。